の感謝感謝大感謝、あやみんでーす、ジャシモンでーす、イエーイ。はい、じゃあということで今日ちょっとチャンネル紹介を省略いたしまして、はい、ゴジラマイナス 1.0 はい、を見てきました。久々にこのスタイルだから、ね、確かに距離感が、ね、いや公開日だよね今日。いや今日公開日で早速見てきまし ました。ということで、ね、感想をね言っていきたいなと思うんですけど、えぐいこれはすごい、マジでやばい、やばい、ほんまにすっごいんだ。なんかもう要素がやばすぎて、ありすぎて、ありすぎて、確かにね、途中もうこうやってやってるからね、もう途中さ、私もうこんなんなってて、もうなんかずり下がってたの、もうすごすぎて、パッて横見たらなんかめっちゃさ、もうラッハーみたいになってて、そう、映画館であんなに取り乱したの初めてだって、あんな静かだったのに横であんな動いてたんだと思って、なんかめっちゃ静かに焦ってたよね。そう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 、声は出してないんだけど、もうもうもう無音ですごいなんか印象的だった。サイレント映画ぐらい動いたところ。ぐらい衝撃だったんだよね。もうちょっと舐めてたわ、うちちょっと。いやそうだね。うん、なんかさ、そのゴジラを映画館で見たこともないけど、うん、うちも初めてだった。初めてだったっけ。ね、そう。だけどさ、なんか。みんなが結構皆さんがコメントでさ、昔にそのゴジラのいろいろ見た時も、うん、そのやっぱり本当は大スクリーンで見てほしいって言ってたらしくて、まあ、ある程度はやっぱそのスクリーンで見た方がすごいんだろうなぐらいだったけど、うんうん、いや全然違うここまでかっていう、そう確かに、ね、映画館で見たらこんな違うかみたいな、本当ね、いやちょっとね、うん、なんか今日これ、うん、ゴジラ見るってなった時にさ、うん、何作品か見たじゃん、はいはいはい、そうだね、ゴジラのね、うん、その有名なやつから初代から、うん、なった時、初代見て、シンゴジラも見て、ね、でビオランテを見たじゃん、自動実証で、うん、なんか、うん、ちょっとさ、そうは言っても体勢がある状態で見たやん、ゴジラ体勢で、ゴジラ体勢ある状態で見たじゃん、まだ CG でやっちゃうでしょ、しかも新しくなったけ、まあその昭和の時の規模感よりはまあね、みたいな、ちょっとあとね、規模感やばいよねみたいな話してながら見たし、そう、なんかまたちょっと違うさ、恐怖がすごくなかった、リアルすぎて、もうね怖い、なんか最初あのあれたちじゃん、あそこの島のシーンから始まる、はい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 、なんか怖ーってなった、そう、ギアー、そう、なんかジュラシックワールドこれみたいな、そう、あ、それ思った、恐竜感って、恐竜感すごかった、ジュラシックパークあったね、見えんとこあったけど、あの火に照らされてる、若干見えるゴジラが、ちょっと恐竜みたいだった、しかも動きがめっちゃなんか恐竜っぽかったよ、まだ全然あの時ちっちゃかったけん、あんなにちょっとこう激しい、多分激しく動いてた、下からのアングルとかもね、くっそ怖い、ゴジラを下から、確かに、だってあれが実物でさ見とるリアル目線ってことやろ、マジやばいよね、人食われてさ、ギャーッ、それも映像でなんかなんかなんかブー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 いきなりここで来るんだ、うん、なんかどこで来るんやろどこで来るんやろって今までのゴジラ結構なったじゃん、うん、でなんか徐々に痕跡を残していくみたいな、なんか地球上の生物じゃなさそうみたいな、なんかでかい足跡あるとか、そう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 、船やられたとかって、いきなり島上陸だった、いきなり島上陸でもいきなりゴジラだって言われた、いきなりゴジラも把握されとる、そう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 、一人知ってた人がいたよね、なんかあそこの島の人が知ってるみたいな、出るやつだみたいな、深海魚が浮いた日はゴジラが出るみたいなやつ、だけあれなんかその初代ゴジラからのつながりなんかな、うん、でもなんかところどころさ初代ゴジラからなんかこう、うん、オマージュっていうか あるんだろうなみたいなのがあったよね、あの放送とかもあったじゃん、そうあれめっちゃ放送で、ね、アナウンサーの人の、うん、そうそうそう言うかなってすごい待ってたよ、うん、さようならって言わなかったなって、だけど意外とそこは言わない、言わなかったね、そこまでは結構忠実に再現されそうだけどね、まあ、テレビ塔ではなかったけど、そうだね、テレビ塔じゃないけど、なんかあれも怖くなかった、そのさビルが結局なんか、まあ、下が分解してザーってなって、ね、
もう途中でカットされたけど違う目で見たら、うん、あ終わったね、はい、あ終わったなってなって、めっちゃ痛そうな死に方とか思って、いやーてかリアル、そうなんかすごいリアルなんだよね、なんかめちゃめちゃやっぱ映像が綺麗なのもあってさ、あと話もさ、うん、なんかやっぱちょっとなんかその戦争系かと思ってたんよ、うん、ちょっとなんか、うん、なんかうーみたいな、なんかしんどくなるんやろうなっていう感じてるよ、なんか本当にその、うん、その時そうだったのかなみたいな、そうだよね、もちゃんと知ってるし、なんか、うんうんうん、あのバラックなんかこう闇市じゃないけど、はい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 、そうすぐ終わってみんながなんかごちゃごちゃしてる中、ねね、で生活してるみたいなのとかもめっちゃリアルやし、ね、なんかそれになんかゴジラがすごい自然と、うん、そこになんか確かに確かに手に込まれてるというかさ、なんかあんまピンとこんじゃん、最初にパッと言われたら、うんうん、戦時中にゴジラを襲ってくる、まあまあ確かに、うん、戦後ね、戦後、ああそうそう、うん、戦後に襲ってくるって、それだとなんか設定は初代に近いよね。あ初代も戦後っぽいかなみたいなね。ね、うん、まだ復興しきってないところにみたいな感じだったよね。あの電車のシーンとかも思い出さんかった。あ、うん、あ、女の人が喋りよったじゃん、なんか電車の中で、なんかやっと命からなんか、うん、戦争は、うん、なんか耐えられたのねみたいな、またゴジラが来るのかみたいな言ってた、あのシーンのなんか電車感思い出すな。そうだよね、描写がめっちゃリアルだったよね。なんかその初代よりもさらになんかその戦後感みたいなのが、うん、なんか多分うちらは全く分からん時代のことじゃん。なんか、うん、想像ってかなんか学校の勉強とかで、うん、けど資料として知ってるだけみたいな。資料として知ってるけど、なんかめっちゃそれがなんかリアルに、うん、こ本当にこうだったんやなみたいなのが分かるっていうかさ。うんね、わかる、そこに自然に溶け込むゴジラすごいなっていう、確かに、ね、本当に昔あったんかなって思えるぐらいのなんかあれじゃん、確かに、ね、確かにね、違和感ない感じで、ノンフィクションかなみたいな、そう確かにね、そうそう、それはすごい思ったし、でも途中からポップコーン食べれんかと思って、手が止まったけど、なんかそう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 、なんか吸い込まれるというか、なんかなんて言うんじゃろうね、なんか私も物語の中に入り込みすぎて、もう手汗やばかったもん、ね、途中息してない糸着みたいなある息止まっちゃう時ある、息止まる、もうハラハラドキドキ、あ、もうやばいやばいやばいってなっちゃって、なんか息してないみたいな、わかる、もう緊迫感がやばいね、常にね、そうだね、なんか最初にさ、うん、なんかあのさ、うん、絶対無理やんみたいなさ、ちっちゃい船で無理やんみたいな、あー木の船で、あん時のゴジラめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、もう顔見合わせたもん、やばすぎて、やばいってさ、なんか会場からさ半分ぐらい顔出てさ、なんかこうやってさ、なんかこうやって来る時あるじゃん、怖いみたいな、めっちゃ怖い、ジョーズより全然怖い、ジョーズの100倍怖くさ、怖くした、死刑囚、死刑囚、早く落とす、無理やんみたいな、スピード的にもあーもう来てきた、無理無理みたいな、確かにね、まあ、完全にうちも乗り組員だったね、わかるわかる、落としてよ、あれ落としてよみたいな、爆破させーよ、早くみたいな、あと導線切れとった時のゲッツ、わかったわかるわかる、なんか起爆しますって見て、無理やんって、導線が終わった、あーもう死ぬ、もう死ぬわみたいな、いやもうガトリングやるしかねえ、ガトリングだよガトリング、いや生きてたのすげえみたいな、ね、いやそでね、あれで生きれたの奇跡やもん、確かに、ね、あの横から、ね、来てくれた気がしなかったけど、もう応戦、ね、あもう死ぬ、あもう死ぬってなったもん ね、でも応戦してくれた船はもう結構全滅状態だった、ね、あれダメだった、壊滅だった、ね、だってあれが出たじゃん、あのあの時初めて光線出たんじゃない、うん、違うっけ、うん、あの時初めて、そうだそうだ、海中からだった気は分からんかったけど、一応あれが光線だったことやね、あの縦にビーッ海中から縦にバーッとなって、もう海面がさ、あの光になった瞬間もう全員、うん、あのあれだーみたいな、白目白目白目、あーダメだ、とにかくこの海域から変わった、ダメだダメだっつって、もうダメやーって、あれ青白いさそう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 ってなった瞬間にもうなんかあれなるたびにうちら取り乱してそうそう、いい声だけ声は出しちゃいけないんだけど、周りにね人がいらっしゃらなかったからね、あの、その周りいなかった、ちょっとね、一番最高列だから、そう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 そ
声にならない、なんかもうわた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 、すごいではないんだけど心の中はもうこういう感じだよ、全員三人がもうあの青色の絶望感ね、あのトゲトゲがなんかトゲトゲの出方やばくなかった、キモかったね、ドゥンって出てくるやつね、キモかったね、ここまでないから、そう新しかったよ、初めて見た、今まで急にこう背中がピューって青くなってきてダーンだったじゃん、あれがさなんかあの次元爆弾を見せられないみたいな、余計怖いよね、ドキドキだよあれで、ましたよね、そうそうそう、ガシャンガシャン来るみたいな、そうそうそう、逃げて、まだ間に合うみたいになるよね、今なら逃げ、とにかく逃げ、そう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 ね、なんなんだろうあのリアル感ね、ほんとすごい、いやなんかてか俳優さんの演技もすごすぎと思って、本当に引き込まれた、多分もう何回泣いたか分からんよ、いや確かに何回泣いてた、なんかねいろんなさドラマが結構人間ドラマもかなり描かれてたよね、ちゃんとね、すごいなんかやっぱ実際にあったんやろなみたいな、その別にゴジラじゃなくてを、あの戦争が終わって、そのなんか後悔じゃないけどさ、あそう特攻から逃げてきたとか、そうそうそう、生きて帰ったらあんなさ罵倒されるっていうことや、そうよね、いやまあ確かにね、なんで生きててごめんなさいみたいなさ、確かにね、待ってちゃんとせーみたいな、まあ死んでせいではないけど、やっぱそういう感覚になっちゃってる部分もあるよね、特に負けた後だしね、あれが、で家族死んだ方からしたらなんかぶつけるところがもうなんかそこしかないとかなのかなとかさ、確かにね、あの安藤サクラさんの役ね、そうね、いやあの演技素晴らしいね、本当にリアルやったら追い詰められるね、生きててごめんなさいってなっちゃうよね、そりゃ、なんかついついあの神木くんのあれ、敷島さんか、敷島さんのことなんかちょっとって思ったりするんだけど、でもまあいやめちゃくちゃ辛い現場を、そうだよね、あれしてきたんやもんなみたいな、ずっとトラウマになってた感じだったよね、いやそうだね、実際特攻に行くシーンなかったじゃん、特攻から逃げてさ、島に不時着するとこからスタートだったけ、でもそのしていくところを見てからさ、無理やってなるわけじゃん結局、なんかそのところからスタートしてゴジラが来て見殺しにしてっていう、なんか自分の重荷がすごかったんや、やばかったよね、罪悪感っていうかさ、そうだよね、あそこで結局撃てもせんかったし、そうだよね、確かにね、全部逃げてしまったんで、って思うけど、確かにね、なんかねどん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 最初はなんか、あこんな感じでゴジラ出てくるんだとか、なんか最初はなんか、あゴジラ出てきたなみたいな感じだったんだけど、だんだん本当に物語に入り込んでいくというか、なんか違和感なく、そう分かる、なんかすごい説明があるとかじゃないけど、ないんだけどね、あそうだね、自然と、本当にね、その時代にタイムスリップして、その場にいるみたいな。そうだよね。なんかしかも同じ人間だから、なんか理解できるっていうところは理解できるし、ね、まあ、体験してないところは、多分その辛さは一生わかんないのかもしれないけど、絶望感がすごい、とにかく毎回ね。確かにね、今回も結構ギリギリまで結構、もうハラハラドキドキだったね、最後。銀座の街が襲われたのも結構うわーってなっちゃったけどね、なんかさ辛さが今まで見た家で見たゴジラたちより辛さがすごい、なんか今まで見たゴジラたち、ゴジラの現場、ゴジラの現場ね、各現場見たけど、なんか一番辛く感じたかもしれない、一番辛かったかも、胸に来た、別に自分が住んでる場所じゃないんだけど、なんかすげえ辛い感じだったね、爆破の雲みたいなのもすごいリアルだよね、あみたいな、結構もう原爆ちょっと原爆みたいな感じだったよね、あの感じね、あれ生き返って生還したけどさ、やっぱ、やばいのかな、なんか黒い雨とかやっぱり浴びてたね、なんかもうちょっとだって感じだよね、まあそんなあれだけど、まあ被爆したって感じなんだろうね、街全体がみたいな、ストーリーもあれもして、ね、あれもあってね、熱戦か、絶望ですよ本当あれは長生きはできないかもしれないね、やっぱあの感じだったらね、のりこさんがさ、なんかこけてからもう動けんなっただよ、あそこで、敷島さんが来た時にまず泣いたよ、なんか確かにね、来たわーって、助けに来たってね、その後あれやばくない、あのなんかもうね、ビームの後ね、もうあれやばかったね、思い出したらもうなんかね、いやてか本当に何回もその敷島さんが絶望の淵に立たされるとか、救われないみたいな、そう
また大切な人を失ってみたいな、うん、なんかちょっとまた立ち直りかけた時だったのよ。いやそうなんだよ、余計にね、余計にね、なんだろうね、なんかやっと支え合える、うん、なんか仲間じゃないけど、うん、その人がいたのにそれすらまたこう、うん、守れなかったね、自分だけが生き残っちゃってみたいなさ、うん、それはあったね。ここやばいだろうな、そ叫ぶはあんなにって大事な、うん、いや本当、うん、そこあれで黒い雨を浴びてたの、そうな、うん、なってね、ねゴジラも叫ぶし、しげしまさんも叫ぶし、叫ぶしみたいなね。でもなんかさ、すごい思ったやん、そのなんか生きろって言われたやんみたいな。いや生きろと思ったけど、もうなんか完全に死の方向へ行っちゃったね、どんどんなんかさ。うわどうなるんやろ、もう最後の最後までどうなるんやろって思ったもん。いや本当ね。もうあとなんかさ、最後話しかけられてたじゃん、あのなんかとあの特攻の何あれ、うん、何があれ。なんて名前だったっけ、立花さん、立花さん、あ、そう、戦闘機、神殿か、神殿だ、神殿だったっけ、神殿、最後の戦闘機で、ね、戦闘機でさ、そう、立花さんにさ、なんかこここうでって説明受けて、うん、なんか最後無言になったところで、うんうん、あ、あの引きの時に、ね、そうそう、何を言ってるか分からんけど、うん、みたいな、何言ってんだろうと思って、私も思った、あれ死ぬに一直線かこれみたいな、思った、特攻する気満々だったもんね。そうだって最後前のさ、あきこちゃんのところにさ、なんかさ、本物置いてさ、あーそうよねみたいな、やめてなんか、あの安藤さくらさんが気づいてなんか言うんかなと思ったよ、あんたっつってなんか言ってさ、一応そうだみたいな、何考えてんのみたいな、そう、生きてからのとって言ってくれと思ったけど、うわ気づかないみたいな、そうだね、気づかねーで最後でも立花さんがやってくれてたんだねみたいな、そうだね、いやでも本当神木くんの演技やばすぎたね、なんか私泣きそう、あの演技で泣きそうになってたもん、なんかその覚悟決めてさ、あでもなんか行きたいって思ってるんだみたいなさ、言ってたじゃん、あ行きたいよそりゃみたいな、まあ、あの戦闘機出発してさ、こう操縦してるとこさえもちょっと泣きそうだったもん、やばいもう顔が覚悟決めとる顔やみたいなって、そうそうそう、結果的にね、良かったけどね、あれはね、すぐ気づいてたよね、ヨシモンが、あっって、ね、脱出したって、いや、だって生きてほしかったけん、ね、うんうん、もう祈りの気持ちを込めてね、なんか一瞬なんかシュンってなって、確かに確かに、でも思ってたと分かる分かる、出たみたいな、ね、暗闇で、暗闇で描かれて、こうやって顔見合わせて、こう、やってたよね、みたいな、そう、出たよね、ね、いやすごい、あれ良かったね、本当に良かったね、いやもう生きてくれ、お願いだから生きてくれって思ったよ、確かに、いや私ね、でも本当、私でもそれ全然想像してなくってさ、赤いレバー引けって言われとったじゃん、その突っ込む時に、で火もう引いたやん、僕あーもうダメだ、もうダメ、崩れんだ、もうダメ、かいかい、いやちょっと思ったよ、かなり絶望した、うん、もうその旬までね、旬だって旬だったから、もうあ、嘘やろみたいな、あんなにみんなで生きて帰るって言ってたよみたいな、ね、誰一人、ね、うん、知らないことが目標ですみたいな、うん、なんか確かにその平和へのみたいな気持ちもすごいあって、うん、確かにね、いや本当そうだよね、本当生きて、うん、生きなんか未来のために生きようみたいなね、うん、言ってたね、なんか戦って死んでいくっていうのは結局どうなんだみたいな、いやそうだよね、本当それはでも思うね、うん、逃げね、結局逃げたけど、うんよっ、うん、やっぱ生き延びることの方が大事だよって思うけどね、まあ難しい話ですけど、実際にそういう人たちも、まあね、まあ、そういう時代だったんだろうけどね、いやでもさ、ね、いやでもあの作戦があったじゃない、その何とか作戦、何作戦、対馬、和田摘み、和田摘み、あれもさ、おいおい大丈夫かみたいな、最初さ、ね、もうゴジラがさ上がってきちゃってたじゃん、もう陸にね上がろうとしてたじゃん、うん、どうすんみたいな、来ちゃった来ちゃった、もう来てるけど、ね、どうやって誘導すんだこれってこと、ね、そうつったら神木くんがブーン抜けてきた、しかもギリギリ超攻める、ね、確かに、ね、口が開いとるここを通るぐらいの感じだったよね、そう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 、クソ危ないじゃんってなって、優秀だったじゃない、やっぱパイロットとしてめっちゃ、まあね、優秀だったみたいに言うとたもん ね、 ね、実戦はそんなことないけどみたいな言ってたじゃん、まあ、ゴジラもこうやってこうやって方向転換してゴジラなんか一瞬なんか腹取ってこんな感じでおーいみたいな、なんかあとね、うーみたいな、
ちょっと怒っとったね。だいぶ怒だったもん。ゴジラ怒や。イラ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 させてね。いや、マジ。それでずっとこうさ、なんかゴジラの企画からしたらさ、うちらにこう蚊が飛び上げとるみたいな感じ。ああ、確かに。ちょっとイライラする、多分。パーンってなるよね。こうなるよね。夏の夜に。夏の夜、寝とる時に。寝てたらもう一回電気つけるやつね。寝たらもう一回電気つける。わかるわかる。しばらくお父さんとかで、うーっていうやつ、ね。わかる。こうやって、どこ行ったみたいになるよね。まだ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 。わかる。吐血。吐血で。それ並みのイライラ。それぐらいのイライラあったよ、多分ゴジラもね。いやすごいわ。マジなんで、てかすごくね。だってさ、みんなさ、あれ演技してるわけじゃん。隠れの生き物に対して、あんなの別にないわけじゃん、実際。確かに、ね。多分現場、撮影現場でさ。なんであんなリアルに演技できんやつ。確かに。すごすぎんって。だって本当にあったんかって思っちゃうぐらい。いやいや、確かに。本当にあったんかって思っちゃうぐらい。本当にゴジラに会った人らの反応やんだって、あれ。確かに、ね。だっけ、あの研究者学者の人か、はいはいはい、あの人有名な人やね、ドクターコトーちょっとさかんことドクターコトーの人も演技半端ないし、蔵之介さんも結構好きだったよ、ね、はいはいはい、やるぞーみたいな感じの。秋津さん、秋津さんかな、秋津さんかな、結構覚えてない、意外と。確かに覚えてない、珍しくない。いや、すごい、名前パンフレット見なくていいの。作品が良かったから。まあ、ちょっと、学者、学者の名前分からん。ドクターコトーさん、なんて名前だっけな。あ、これもうちょっと、白くしろ、コトーさんは。コトーさんが。コトーさん1ページ目だったらびっくりするもん。確かに。ちょっと、さすがにないね。銀座襲来。あー、あるじゃない。この流れで。ああ違う、それは立花さんですね。え、そんな結構その後じゃない？あ、吉岡。へえ、吉岡さんって言うんや。野田、野田さん。の人めっちゃ出るよね。いや、めっちゃいい。あ、こっちが、あ、こっちの名前です。やばい、野田さんって呼ばれてたわ、それ確かに。いや、すごいね、本当にさ。確かに。演技よ、つって。クラキラさん。いやー、なんかさ、てかあのシーンとかも懐かし、あの思い出したね、あのみんなに説明するとき、作戦の。あれね、初代のね、あったね、すごかったよね。あのブクブクもさ、うわっ、思った思った思った。水槽ブクブクね、ね、あのキャンって言わせるためだけに見せたやつ。そうそうそう。キャンっていう顔が見たい博士が。ド変態？ド変態博士。確かにね。ブクブクは溶かすんじゃなくて。確かにね。いやー、リアルだよね。なんかうちあんな演技できるかなって、まあできないんだけど、素人だからできないんだけど、つって。そうなんだろうね。すごいよね。すごいなと思った。でもあれ、上がるときに途中止まったやん。結構絶妙だったよ。いや、あれなんで、なんでって。なんでってか、なんで、あ、ゴジラ何やってんのって、途中で何やってんのって。そうそう。あの、上、突き取ったバルーンが多分耐えられなくって、浮いてきちゃって、破れて浮いてきて。あ、それだったんだ。うん、そう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 。破けたかもゴジラの何かに耐えれなかったかで、で、どうしようみたいな。船で引っ張られてなんだけど、クレーンが耐えられませんみたいな。もう絶望的だったね。来た時もさ、泣けるくないのにさ、来ましたみたいな。あーって言ったやつが来た時さ、もう、にゃーそうね、未来託したよって言われて、来たけんで、乗せてもらえんくって。グッジョブすぎるだろ、お前よ。確かに、いっぱい船連れてね。ね。確かに。みんなで引っ張って。ねえ。うん。いや、あれもね、いや、ほんと、あの作戦も、うわ、うまくいくか、うまくいくか、どうなんだみたいな感じで、行け行けみたいな感じで、ずっとこのテンションでやってて、で、ギーッ、やばい。ああ、よかったね。多少の損傷もかまわん。そうそうそう。ああ、ケーつってな。そうそうそう。確かにね。力でって感じだったな。ね、うわでもあれね、本当最初こちらがズーンってこうさ沈められた時によしよしってなったんだけどね、なったんだけど、で下たどり着いたらシューンってなって、なんか一瞬バキンってなってなって、あ、うちの気づいたね、一瞬あ、行けそうだって、でも絶対うちはなんか怒るって思った。いや、わかるわかる、だって神木くんいるし、もう絶対神木に最後やらせるじゃん、もう嫌だってなったんだけど、もうとにかく嫌だって、そのまま終わってくれたらいいんだけど、本当だったらみたいな。だったね。出番なし、引き上げろっつって。最後のさ、光線出されそうだった時の絶望感やばくない？やばい。どんな状況だ？みんなでもう帽子取ったやん。もう終わったってなったやん。スローモーションだったね。あの音がさ、
消えた時でしょ。そう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 。で、こう帽子をみんなが取って、あ、もう、もうダメだってなった。みたいになってね。うん、時の、髪キキュー髪キキュー来たよ。髪キキュー。そうそうそう。レバーをガン引っ張ってね。いや、そう。男の顔しとる、めちゃくちゃ覚悟決めとる顔しとるってなったけど、まあ。そうそうそうね。いやね、あの、キュってね。立花さん、そうだよ。立花さん、確かに立花さん。立花さんのさ、あの、安心した顔もすごかったね。最後泣いとったしな。泣いとったよね。やっぱ、恨んでたけど、やっぱそこはね。ねえ、生きろっつってね。まあ、死んだら違うよっていう。すごいね。あ、あれ話してたんだって、あの、引きで。いや、確かにね。もごもご言ってたの。生きろっつって。いや、もう泣いたね。あの瞬間うちも泣いた。わかる。わかる。あの戦闘機には、だから脱出装置がついてたってことよね。ついてたか。だって開発中だったわけじゃん、もともと。脱出装置つけたものを作ろうとはしてたんじゃない？そうだったんだ。けど、まあ、完成する前に戦争終わって、そのまま放置されてた、みたいな。神風、まあね、そういう話になっちゃうけど、まあね、いやーよかったね。しかも浜辺美波ちゃんも生きてたじゃん。確かにね、ボロボロだったけどね。ちょっと一瞬思ったよ、なんか電報が届いた時に、え、そうそう、電報届いた時に思った。電報届いた時に、お願いみたいな、浜辺美波で会ってくれっていうね。お願いします、あの時代だからさ、なんか生きてましたってそんな携帯とかないじゃん。ないね、確かに。出てるもんね。その時なんかすごい変な遠くの病院とか連れてきて、なんか報道みたいになって、電報、あ、だって意識戻るまでとかさ、ね、ある程度なんかこう会話ができるまでとか時間がかかりそうね。誰か身分証とか持ってないやろ、免許証とかないやろ。だってもう身なりもボロボロだろうしさ。そう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 。1ヶ月ぐらい経ってそうだよね。だってあれからね。結構多分経ってると思うわ。その1、2週間とかじゃないと思う。死んじゃったってなるよね、それは。はぁ、辛かったよね、あの。いや、すごかった。よかったよかったよかった。最後はね、報われたしね。あ、あれでしょ。何最後って思ったんだけど。いや、ちょっと待って、最後ね。浜辺美波ちゃんの。そう、ここに、この首のとこにね、そのゴジラの皮膚みたいな黒いボコボコがあったんや。怖い怖い、だってうち気づいてるんだけど。嘘、なんか、あの、パジャマのところね。そう、神木くんが、あ、よかった。うち何声なんだこいつ。泣いてた神木くん見て、うちもなんかこうやって。泣いたんだわ。で、浜辺美波ちゃんこうやってこう、こうやって、今ここ、ここ、ここ。そう、ここの、どこになんか黒い何かがあったのか。そう、黒いなんかこう。怖い。そう。もに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 もみたいな。そう、あったよ。で、最後さ。うちらちょっと見合わせたわね。そうね。みたいな。で、最後さ、海底でさ、ゴジラの破片がボコ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 って。だけど、うちらなんかまた to be continue かいって思っとったんやけど。え、そういうこと？もしかしたら、ハンマーベンのミナミに呼び寄せられる系じゃない？えぇー。皮膚買ってっから多分。ビオランテ化しちゃうとかないよ。ビオランテ。そうやね。浜辺美波がゴジラ化するとか、そんなことある？辛すぎるだろ、そんなこと。いや、自分のさ、何、あれを求めてみたいな。浜辺美波に向かってくるみたいな感じ。いや、わかんない。絶対なんかわかんない。でも意味深すぎて。浜辺美波がゴジラになるかどうかちょっと怪しいけど。でもさ、あんな爆風で普通死ぬじゃん。なんか、あ、でもおかしいか。でもね、ゴジラの戦争があるかも。それあるかも。なんか再生したとかありそうじゃない？それあるかも。だって、絶対死ぬやん。死ぬやんって思うよね。だって、うち、何このさ、なんかこの、何ご都合展開、何って思ったの？うちちょっと思っちゃったの。死んでた方がリアルっていうか、普通じゃんって、あんな爆風、吹き飛ばされてたみたいな。結構もう、ぴゃーって痛いよ。なってたよね。で、しかも、もう、瓦礫もガーみたいになってるのに、あんな怪我でさ、収まりますかっていう。やっぱ再生能力あるかもね。気づいちゃってんじゃない？規制されちゃったとか。何それ、なんでなんでってなるよね。もしかしたらゴジラの皮膚片とか飛んでるやつをこう、なんか摂取し、取り込んだみたいな。傷口にグジャーンってなったとか。あの細胞をさ、ゴジラと掛け合わせてビオランテできたみたいな感じで、傷口から入って、ゴジラってさ、みたいなありそうじゃない？再生するじゃん、ああやって。だからその能力が。再生能力高くなって、みたいな感じもありそうじゃない？そう、それ。まあでもそうなったら他にもそういう人いっぱいうるさいけどね。まあ確かにね、生き残った人でね、なんか。まあでも他にもおりそうよね。そういうゴジラのさ、細胞を引き継いでるというか、受け継いじゃった人。怖ない？いや、怖いね。続きがあるってことなのかな？続きも。いや、どうなんやろ。いや、でも続きはないんじゃない？え、こういう感じで、なんかもやもやさせて終わらせるってこと？シンゴジの時で最後あの人みたいななりそうだったみたいな。あれもめっちゃもやもやさせて。え、ゴジラって毎回そういうもやもやさせて終わるんだよね。確かに。私は何かの時系列的に関係ないのかな。もうこれはどうなんだろう。でもなんか初代に近いよね。そうだよね、時系列は。でもさ、この
後あの初代に行くんだったらさ、どういうことなんだろう、ね、あこの後初代じゃなくて初代と同じ時系列だったよね。あそうなんだ。だって戦後だったじゃん、うん、初代も戦後のに現れたじゃん、うん、どういうことなんだろうね。なんかパラレルワールドみたいな感じじゃない、うん、そうですね、初代とこのマイナス 1.0 が同じ平行線だった感じはする。確実にその一緒ってことじゃなくて、まああのなんだろう、パラレルワールド、同じような戦後設定みたいな感じかなっていう気はしたな。あと最後ゴジラがさこうやられた時もさ爆発した衝撃でなんか、ボーンとか並んでほしいなって思ったら普通に死んでる、ね、ガラ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 、そうそうそう、ちょっと内部なんか内部からピカーって出てきて、怖かった。あのままバーンってなったりせんみたいな。ならないで、あんな死に方なんだと思ってね。なんか崩れるようにさ、ね、死んでたね、確かにね。あんななんか彫刻ぶっ壊したみたいな感じで、もうなんかその再生する細胞がもう追いつかんぐらい損傷したんじゃない？やっぱその沈められて上がってきたやつでもだいぶ負荷かかってるところに、そうブテラーみたいな、そうブテラー、そう海中予定、そうところに今爆破してみたいな、もう本当に無理だったな。かあれじゃない、その光線撃とうとしたところに飛行機突っ込まれて中で自分でやられた、それあるかも、ありそう。最後なんで再生しとるねんって思ったけどね、ブクブクして、でまあその、まあ、心臓がやられてないみたいな感覚でさ、なんかその核は残ってんじゃない、結局ね、結局ね、結局ね、結局結局結局絶望や、そなんかこうねイタチごっこってこと、本当だよね、永遠に終わらないんだよね、確かに。でもそのうちらが見てないさ、84年版ゴジラ、あ、うんうんうん、54年版の続きが84年版って言われとるじゃん、うんうんうん、でもし次やるんだったらそっちに近い話なんじゃない、うちらもちょっと見てないけど分かんないけど、これが初代に近い話だったけんさ、時系列が完全には殲滅できない、再生すな、再生すな、現代ぐらいまで来たらもう完全に消滅させれるぐらいの、いけるかな、技術、いけるかな、技術できないかな。でもさ、なんかゴキブリ、ゴキブリとゴジラを一緒にしたら申し訳ないけどさ、なんかアイナと一緒でさ、なんかそのこっちも強くなれば、うん、まあ向こうも再生ができるみたいな、それはあるか、それはあるね、とんでもないモンスター生み出しちゃうみたいなのもありそうで怖いな。いや確かに。シン・ゴジラの続きないじゃん今。ないね。あれもさ結局凍結させて終わったじゃん。うん、でも凍結してるってことはさ新たな別のゴジラが生まれん限りは、うん、もう死んでるのと一緒だ。じゃけそうやね。おるはおるんだけどこうもう動けないようにって。そうだね。そう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 。そうするしかないのかも。そうするしかないかもね。まあ、そのゴジラが何匹もいない設定だった場合だけどね。その最後生み出そう、そのミニゴジラをいっぱい生み出そうとしとったシンゴジラだったじゃん結局、あれがさその生まれたやつがもし1匹でもおったらさ、ま、別のゴジラが出るよね、バイオハザードみたいな、バイオハザード、もうやだ最悪、そんな感じじゃない、その浜辺美波の細胞ドームとかあったら、そのゴジラが増えるみたいな、また神木くん絶望するじゃん、また絶望するよ、そしたらそのさ生き延びた人たちがさ、そのゴジラの細胞を受け継いで生き延びた人たちがさ、その次のゴジ、その今再生中のゴジラのこう血肉となるんやない、やばいね、肝展開やな、肝展開、めっちゃ肝展開、悲しすぎるね、求めて海に飛び込んでくよみんなが、ゴジラを再生しに、うわーもう最悪、最悪まだあってもないゴジラ、妄想し最悪絶望するね、なんかこうね、いや明るい感じで、まあでも、まあ、明るいだけで終わらせないのがゴジラなんだろう ね、最後に絶望を持ってくると、すごいす、ね、また復活しそうなゴジラのあれとかもね、でしかもなんかエンドロールさ最後怖かったんだけど、あ足元のやつ、ね、あれでも終わり方すごいいいなって思いながら見た、粋な終わり方したよね、音楽じゃなくてっていう、なんか劇場映画館の天井あたりがビリビリビリって、あそう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 、なんかジリ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 みたいな音がでかすぎて、あのなんかえぐいな、うわーってゴジラ叫んで終わるっていう、確かに、なんかいいなと思って、いい音楽で終わらせんとこがまたいいなって思った、ね、絶望みたいな感じで終わるね、これで終わりじゃないよっていうのをすごい知らしめてる感じした、粋な演出だなとは思った、あれは
映画館で見るべきだね。ゴジラは映画館で見た方がいい、絶対。てかこれなんか 4DX 見たい。見たい。やばいだろうね。やばいよ。なんか今回一番最高列で見たけどさ、なんか真ん中ぐらいにしたらまたどうなるんかなとかね。いやもう最前列で見たらもう死ぬ。最前列やばいやろ。死ぬ。やばそうじゃん。一番最前列でちょっと近すぎて首痛くなるけん。あの、まあ、この並びの一番下ぐらい。心が死ぬでもう。心が死ぬ。いやそう。なんかやっぱショックがすごかった。なんか一番は、ショックだよね。辛さが。普通のパソコンの画面とかで見るのと全然違う、ね、まあ、もしかしたら話も今回めっちゃいい、これ多分分かんないけど、私めっちゃいい、いやそう、ゴジラね、ストーリーとしてかなり良かった気がする、ね、これなんかゴジラ史になんかあれ、ね、残るぐらい結構上位にランクインしそうなぐらいの完成度な気がしたけど、確かに、ね、平和学習の続きで見てほしいわ。いやいやいや、確かに確かにね。でそういうのもやっぱすごい大きいテーマだったよね。なんか確かに、ね、無駄死にすんなっていうところがいい、いいなって思ったね。なんか確かにね、みんなのために生きていこうみたいな、ね、なんかうちあれ思い出しちゃった、あの映画永遠のゼロって、あの岡田君が出てるその戦争系の映画なんだけど、あれも岡田君が特攻するあれゼロ戦の話だよね、確かだった気がする。うちも見てはないんだけど、詳しくは覚えてないんだけど、最後岡田君がめっちゃこう突入していくわけよね、うん、特攻していくんだけど、うん、なんかそれ思い出しちゃったね、うん、なんかそういう系の、うん、ちょっと戦争系の映画とダブルというか、まあがっつり、でももう本当にそうなんじゃない、うん、なんかそういう戦争行った人のそう、ね、なんか PTSD じゃないけど、精神的な辛さ、なんかこうね、眠れないとか、みんながさ、ね、確かにね、そう夢見ちゃうみたいな、なんか今度こそは役に立ちたいとか言ってたよね、そうだよね、なんかそういう風な死ねなかったからみたいなね、なんか何なんだろうね、いくら周りがね、帰ってきてよかった、ありがとうって言っても本人がさ、なんかこう周りで死んでいく仲間を見とるけんさ、余計に日本の教育もあるだろうね、なんかそういう感じだったじゃん、確かにね、そう命をなんか懸けてみたいな、国のために死ぬのが正義みたいな感じだった。まあその当時は特にそうだったよね、だってなんかそのあれだったじゃん、その戦争に行って、まあ、要は特攻して死んだ人よりも、その餓死したりとかさ、疫病で死ぬ人の方が多かったみたいな言ってたじゃん、なんかそういうのを見て自分はたまたま運が良くて生き残っただけみたいな感じでさ、思っちゃうとこもあるんじゃない。いやそうだろうね、なんかだって今のうちらの感性だとしても、急に例えばタイムスリップさせられたとするじゃん、でも自分ではさ、いや生き残った方がいいでしょ、どう考えてもこんな無駄死にとかって思っても、なんかやっぱそのみんなを見てると、必死でやってる人たちとか見ると、ね、なんか辛くなりそうだもんね、なんか生き残っててなんかごめんなさいみたいなね、なんかなんでだろう、なんか何なんだろうみたいな、もう洗脳されてるからね、そう洗脳されてるからね、国の方針がさ、みんながみんなこういう気持ちになってくれたらいいんだけど、もうみんな絶対そうじゃないじゃん、なんかそうだね、もうそっちの方向へ行ってるじゃん、そういう教育をね、いや、あの、なんだっけ、あの、贅沢は悪みたいな感覚、なんかあってね、アメリカはでも生きて帰ったらすごい喜ばれるみたいな、そうそうそう、功績みたいな、っていう感じだったらしい、戦時中はね、欲しがりません、勝つまではね、そうそう、あったね。あったね。やっぱ命差し出すのが国のためだろうみたいな。なんで死ねないんだよみたいなのもあったよね。なんか昔の戦争映画とかそういうのあった気がする。そういう場面とか。行きたいって言ったらなんかめっちゃ殴られるみたいな。そうそうそう。体罰で罰受けるみたいな。ありえんだろうって思うけどね、今考えたら。そういうののなんかもう二度とそういうことしないようにの教訓みたいな感じを、あの博士に喋らせてた感じがあったじゃん、みんなでなんかそういう。命を軽く見すぎてるみたいな、そのやり方してきたっつって、本当そうだと思う。確かにね、この作戦はその生きて帰ったっていう功績を、誰一人ね、死ななかったっていうのを誇りに思えるようにしようみたいな。そうだよ、それがいい。確かにね。まあ結局ね、みんな生きとったわけだし、いやよかった。その点でも成功よ。本当ね、もう絶望しかけたけどね。あの最初にさ、撃とうとしてきたじゃん。てか撃ったじゃん、あのゴジラ、あのなんかみんなが船4つぐらい並んでさ。あれは無人だったけん。あれがビビってからさ、ええみたいな、もうここで全員さ、あれされたらもうおしまいじゃんと思って、あれどこに対して撃ったんやとかって思ったんだけど。ああ、でおとりの船みたいな感じよ。おとりの船がいいんだ。だってあの、その操縦席も無人で、なんかその、自動制御みたいな、紐みたいなのがいっぱいついてて、多分こう、シューって行くようになってて、そうそうそう。で、多分、とりあえず、ビーム一回撃てば次すぐ撃てないから、そう言ってたね。だけど、それで一回やっといて、じゃあ行こう、みたいな。
うちびっくりしてドキドキしてさ、うん、みたいな、いきなりいいとかと思った、いきなり死者で取るかなみたいな、全員死んじゃうよみたいな、そう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 、なんか電、なんかその接続 OK みたいな水炊き、多分そんな感じだと思う。なるほどね、本当、いや、よう考えられてるわ、ね、やっぱゴジラのこれが一番怖かったか、いや、まあ、あそこの瞬間が一番怖かった、あの、ジョーズじゃなくてゴジラ、ゴジラなのね、口開けながらこうね、走って、そうそうそう、口開けてたもん、やばい、口こう開けながらこうやって来てたもんね、目怖ない、目怖い、なんか、あの、黒目、ほぼ黒目がちみたいな、いや、あれ、ほぼ黒目、キューンってきて、いや、怖すぎやろ、動き方もキモいしみたいな、なんかこう、なんかね、あともうサイズ感が半端ないじゃんだって、でかすぎ、めっちゃでけえと思った、うん、なんかごめんなさいこの間までなんかさ、うん、ちっちゃくないとか藤井がちっちゃいとか言っとったのね、でかすぎ、今回のゴジラって大きいよね多分、そう今までに比べて、そうか、大きいのか、なんか年々大きくなっとるって言ったじゃん、年々大きくなるわあれ、あそこでもちょっと今回はでも戦後事件関係ないのか、そう、なんか周りの建物はそんなに高いわけじゃなかった、あ、そっか、じゃあ余計、今回はだけ初代に近い50メートル級じゃない、あー、でもすっげー怖く感じた、ね、めっちゃ、もうあのバシャーンみたいな、ゴジラが動くと波が飛ばないみたいなのも怖かったもん、今回何メートルとか書いてないかな、確かに書いてあるかもしれない、なんか20万トンみたいな言われとったやん、体重は、あー、言われとったね、今回のゴジラのなんかビキニ干渉でまたさ、うん、復活しとったじゃん、うん、だけど多分やっぱ初代に近いと思うわ、ビキニ干渉のあの映像もめっちゃリアルだったよね、リアルだったね、水爆の、いろいろリアルすぎて、うん、事件ここ開くんじゃないの、あ、これ来たいのか、どっかないかな、ゴジラの、ね、この辺にありそうだけどね、デザイン画とかに書いて、書いてないか、ビキニ干渉がどんなこうのって書いてある、あ、怖い、やっぱでかいよね、でかい、でかい、書いてないの、サイズ、なんでだろう、サイズは書いてないんだよね、うん、どうなんですかね、これはメイキングか、ゴジラのサイズ、これ音楽か、スタッフプロフィールありそうなのに、逆にネットとか出てない、違った、あ、ゴジラのサイズ感、うん、あ、確かにね、今回のマイナス 1.0 のゴジラ、なんかありそうだけどね、ちょっと一回撮りますね、うん、あ、はい、あ、そうかそうか、ライティングが、うん、あっつ、最初、最初書いてあるとしたら、あ、これはネタバレ注意って感じか、うん、マイナス 1.0、うん、サイズ、うん、2万トンとか言ってなかった、うん、重さはか、うん、やがて新鮮丸の前に対向 50m へと変貌したゴジラが姿を、あ、50m、 いや、でもあ、50m あるかないかって書いてある、あれで、あれで、これだ、くっそ怖いやつだ、あ、それ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 、いや、マジ怖い、いや、マジ怖いよ、顔が弱みたいな、本当にやばい、こんなんさ、遭遇したら失神すると思うわ、いやいやいや、本当に50m あるかないか、やっぱ初代ゴジラに近いらしい、うん、そうなんだ、やっぱなんだろう、映画館で見たっていうことなのかな、なりそう、それはお腹痛くなっちゃった、なんかお腹痛くなった、なんか現代に近いさ、あの綺麗な映像で、うん、なんかそのさ、リアル感があるけんよりサイズ感が分かりやすいみたいなところがあると思う、あ、そうだね、いや、映像すげえなってなったな、うん、わ、でもなんかその初代ゴジラを初めて見た人たちのリアクションめっちゃ見たい、うん、いや、そうだね、こういう感じじゃない多分、うちらより多分もっとやばい、もっとやばいね、 うちらはちょっと見てからね、あれでもね、何も喋れんくなると思う、多分さっきからショックすぎて、ね、いや、ずり落ちるわそれ、だって戦後10年経ってないじゃん、うーん、経ってないよね、50年だけ経ってないよね、9年ぐらいだよね、と思ったらやばいよね、結構リアルだよね、体験した人が見てるぐらいじゃん、でっかいスクリーンでさ、くっそリアルだろうね、あのなんかあの音割れ、ね、音割れのね、当時もっと音割れしてた、下手したらね、もうボリュームはなんかねえぐいことかもしれないですね、確かにね、あれだけ声やばいよ、やばいね、いや、なんか脈々と受け継がれちゃって、うん、そうだね、いまだに人に恐怖を植え付ける存在だよね、マジ。でも過去一やっぱ怖かった。過去一怖かった。まあまだ外しか見てないけど。まあまあまあ確かに。今までの4作品。あ、4か。シン・ゴジ・ゴジロ。うちビオランテで。ビオランテで今回で4作品だから。あ、これがね。うん、
いや、なんか。ここ見た4作品の中だと、もうダントツで怖かった。うん、あそこ、うちらはでも、キングギドラ、もともすらも見てるから。ハム太郎の。ハム太郎との抱き合わせのやつ。ね、うん、でも、まあ、でもここまで恐怖を感じた記憶ないよ。覚えてなかったもんね。まあ、多分、短かったっていうのもあると思う。抱き合わせ映画だし。あ、うちシンゴジ見た、映画館でシンゴジ見た気がする。あ、そうなんや。え、シンゴジどうだったの？シンゴジでも怖かったよ。シンゴジも怖かったけど、今回の方が結構来たかも、なんか、ね、なんかこんなに、みたいな、なんかこう、シンゴジ見た方がすごかったもんね。シンゴジの時は、みたいな感じだったけど、何なんだろう、その現代すぎるんかな、もしかして。なんとかなるでしょ、みたいな。ちょっと思っちゃうとこあるかな、科学力とか思ったら。なんだろうね。でも、あんなになんかこう、躍動感なかった気がするもん、ゴジラ。躍動感、うん、見せ方怖い。見せ方がめちゃめちゃ怖かった。ね、その追いかけてくるとか。そうだね、海上、海中間、海中での戦いっていうか。確かに。あんまり引きで映さんとかがまた余計怖いかもしれんね。今回すごい引きだったのはさ、あの、後半のさ、田んぼみたいなところでゴジラが佇んで、飛行機部分のところは相当引きなって全体わかるみたいな感じだったけどさ、あそこまで全体がわかるゴジラあんまなかったかな、そこのシーンまで。確かに近かったよね。割となんか神木くん目線のシーンとかが結構多かった気がして、もあってなんかよりその近くて怖いみたいな、サイズ感がわかるけん怖いみたいなところあったかも。確かに。あ、じゃあ結局一緒におる感じになっちゃうんだ。そうだね。多分よりね、その当事者目線になりやすい。そうかもしれない。感じはあったかもね。すごい、多分ね、揺れとかもね、揺れの感じとかもね、なんか。あれ、4DX で見たら一緒に揺れるんよ。うんね。やばいね。やばいよ。船に乗船しとる気持ちになりそう、それ。船酔いとかしちゃうんじゃない？船酔いしそう。結構ずっと揺れるよね、あの感じだったらね。で、あのさ、その、光線の時、後のさ、その、浜辺美波が吹き飛ばされるところとかもさ、風ブワー出てくる。あれやばそう。いや、実際になんか爆弾とか落とされたらあんな感じなんやろな、とかさ。いや、確かに。衝撃波がね、なんか遠くで起こってることなんだけど、こう、ブワーって来る感じとかさ。確かに。で、向こうでだってこう、風がガーって来る感じが、もう、なんかもう、怖い。こう、建物がビヤーってなぎ倒されていって。そうそうそう。コンクリみたいなのにさ、確かに。原爆とかの衝撃もあんな感じだったよなって思うよね。絶望するわよ。確かにね。怖いね。もうひたすら怖い。怖いとハラハラするみたいな感じの映画。そうね。怖さと、なんか、人の、なんかね、なんか、その、なんだろう。因縁と対決だね。はいはいはい。確かにね。対決ね、みたいなね。トラウマと向き合うじゃないけどね。終わらせるな、みたいな感じ。自分の中の戦争を終わらせたい、みたいな感じだったよね。確かに。つら。つら。つら。最後、ハッピーエンドっぽく終わったけん、まだね。いや、うちそれ聞いてなかったら、マジその、ハッピーエンドだったね。あ、ハッピーエンド、南の黒いやつ。不穏な空気残して終わってくる。どうなんだろうね。まあ考察系はもうあの考察系はすごい違うから確かに任せて任せて。ちょっと完全に感想。あ、考察後で見ようか。後で見よう。ちょっと人の感覚で。そうやったな。ゴジラマニアの人からしたらいろいろ分かることあるんじゃないかな。伏線みたいな。これはいい意味だとかね。なりそう。これは本当に素人の人が見ても、ぎょーってなる。ぎょーってなるよ。なんか見なんか見るべきな気もする。なんか見てほしい。なんかゴジラっていうだけじゃないよね。うんうん。ゴジラだけじゃない。っていう。確かに。ゴジラっていう作品じゃ収まらないような感じはあるね。なんかいろんな意味が。いろんな人の気持ちに寄り添う、なんか感情いっぱいなんか見る感じはあるかも。これめちゃめちゃ評価されるんじゃないですか。と思うけどね。逆にそれでこき下ろされたりとかしたら。なんでってなるよね。まあでもね、人のあれはバラバラなんだわかんないからね。うちら基本は褒めることばっかりしかしないけど。あ、まあね。いや、でも、良かったもんね。いや、そうやな。まあ、本当につまらんかったときは、尺の長さで。あ、そう、尺の長さで。あの、分かってもらえば。確かに。もう1時間くらい喋ってるから。そうやな、結局1時間くらい。このまま生放送してもよかったよ、もう。確かに、確かに、確かに。ただ、まあ、ちょっと見てない人がね、まだ多いと思うけど。ちょっとネタバレがね。ネタバレがやばいから。今度そういうのもいいかもね。確かにね。映画出張初日に行って、生配信する。はい、いいかも。ネタバレなしの生配信とかできるかね。無理じゃね。いや、無理だね。喋っちゃうもん、多分。喋っちゃう、喋っちゃう。内容言わないけど、なんか。相当尺短くていいのといける。全員泣いてるみたいな。泣いてるね。気持ち、気持ち。擬音とか気持ち。お願いだから見てくださいで終わるよ、もう。
った方がいいよ。行った方がいい。いやでも見て、確かに劇場でぜひ見てほしい。これは劇場で、そうだね、絶対見た方がいい。つかなんか過去の作品もなんかそういう企画とかやってないんかね。なんか、うん、劇場でもう一回やりますみたいな、やってほしい。ね、いやでもたまにやるよね。あの八丁座とか古い映画館が、うん、やってほしい。ね。なんかリクエストとかしたらやりそうじゃない？あ、してくれるんかね。もしかしたら、なんかさ、その多いければ見てほしいって言われてるやつあるじゃん。なんかその逆襲とか84年版ゴジラとかもね。なんかこれはダメだみたいな。これはなんかパソコンで見ちゃダメだって思っちゃった。確かに。まあそうすぐにはその実現はできないかもしれないけど、しょうがなく見るかもしれないね。いやこれはすごいよ、ね、そしたら比べられるじゃん。なんか今回のこの衝撃がなんかあれだったのかとかって、確かに、ね、分かんないから。でもまあ比べなくていいんだけどね。まあ、とにかくすごかったの。いやすごい。いや全然ゴジラ興味ないみたいな人も見たら絶対おもろいってなる。おもろいというか。あとなんか戦争生、まあ、見たくないなみたいな人も、なんか、まあ、それだけじゃないからね。そうだね。まあ、戦争っぽい描写は正直あんまなかった。なんか、じゃん。そうだね。辛いっていうよりは。戦後がメインだったしね。うん、どっちかっていうと、こう、ね、前に進むみたいな、うん、そうだね、感じだから。トラウマと戦うみたいな感じ。確かにね。なんだろう、生きていこうみたいな。そうだね。確かに。うん、でも、すごいよね。あの、夫婦になったのかと思った、もう。あ、途中でね。うん。なってなかったんだ、みたいな。なってないけど、ずっと一緒に住んでたんだ、みたいな。やっぱ神木くんの中でやっぱでかかったんだろうね。だってあの浜辺美波さんの方はやっぱり どっちかったら一緒になりたい感じだったじゃん。だけど、なんかいくらやってもそのなんだろう、その人のトラウマ、閉ざされたトラウマを開いてくれないというか、相談もしてくれないとかだと、こっちも ね、なんかこう手伝えないからさ、結局踏み込みたくて。だけどなんか銀座働き出るわって言った時が結構一個ちょっともう決めた時だったのかなと思ってたよね。もう迷惑かけれねえよみたいな、あんまりこの人になんかダメかもなみたいな、ね、なんか開いてくれないかもと思って、自分でやるかってなったのかなと思って、うんうん、男の人あるあるそうだなと思った、その神木くんの心情的に。なんかまあ例えばその仕事でこれが成功したら、うん、そのプロポーズしようとかさ、うん、なんかそういう大きいことを成し遂げたら言おうみたいなのって、うん、多分あるじゃん。なんかまだ俺にはなんかこうそういうの言う資格ないかもとか、あっちゃうあるのかもね。なんかこんな気持ちのままなんか一緒にいて幸せにできるのだろうかみたいな。でも今回もそんな感じだったじゃん。やっぱその自分の中で戦争終わってないみたいな。そうやね。だから、あるからなんか言えない。殴られてたじゃないか、実際にさ、なんでだよ、なんでしまいに。確かに。そうだよね。奥さんにしてやらなかったんだよ。俺の中で戦争が終わってないって言って、まあそれでちょっと。あそこの一言、そうね、うん。なんか言ってたじゃん、一言。あそこの居酒屋で、なんか最後にポツってあの、ぶん殴られそうになった後の神木くんがなんか。戦争終わってないって言って。終わってないって言って。戦争終わってないって言った。なんか、その時は、えーってなったんだけどね。わ、うん、からねーってなっちゃったんだけど。だからまあその特攻をできなかった自分、手逃げた自分と、そのゴジラの時に撃てって言われて撃てんかった自分がまだおって、後悔がどうしてもあるのと、ちゃんと向き合いきれてないから、それをちゃんと決着つけんことには、みたいな。やっぱあれなのかな、なんかこう、旦那、お父さんになるとか、なんか旦那になるって言っても、結局俺はなんか大事なところだったしな、みたいな。逃げてしまう自分みたいな風に思っちゃうのかな。思ってるのかな。なんかそういうのがあって、またゴジラが出てきた後だったじゃん、あの話って。で、作戦やる時だったけどさ、なんかそれもあるんじゃないかな。なるほどね。男の心理か。だけどなんかあのシーンとか多分男の人の方がなんか、あ、みたいな。ありそうなんだろうね。ちょっとやっぱどっちかだろうね。わかる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 。誰も言ってないのに今。母で見ない、トロップでないって感じ。そこはあの、何かの空間で話をしてるんですけどね。母で見ないの方になって。わかります。言ってくれたら、なんか誘いたいんだもん、だって。うん、そうなんだよ。一緒じゃないからいるんじゃん、みたいな。プロポーズ前に大喧嘩するカップルよ。その男の人は、なんか自分が何か大きいことを成し遂げたらのタイミングで言いたいけど、もう女の人も今すぐでもいい。そういうのを求めて、私は結婚したわけじゃないよ、みたいな感覚なんだって。いや、そういうあんたも丸ごと受け入れるから一緒にいるんじゃんっていう。そこが、そう、やっぱ。男の人としてまだ未熟だって思ってるから言えなくて、結局喧嘩するのってあるんだろうね、そういうのがね。でもダメ、なんかさ、ちょっとずるいって思っちゃう。一緒にいるじゃんだって、でも一緒に暮らしてんだもん、捨てることもできないんだよ。そこで、じゃあちょっと俺が一人前になるまでちょっと一緒に住むのやめようとかっていうこともできないわけですよね。まあ優しさでもあるんだよ。そう、優しさでもあるんだよ。救いたいという気持ちと、自分が未熟だっていう気持ちとか、なんかこう、なんか、にゃーってなってる。いやー、狭間でね、揺れ動
いて、うん、そう難しいよね。わかるけどね、うん、面白いよね、なんか男女の違いなんかもはっきりしろよって私は結構すぐ思っちゃうからさ、割と白黒つけたいもんやけど、そうね、すぐにね、うん、すぐにね、割とすぐにね、まあ、南の方からしてもやっぱり、うん、まあなんか見えてるからなんじゃない、南もね、その本人は言わないんだけど、まあ、こういうのはあるだろうしみたいなね、やっぱでも女の人がさ、うん、覚悟決めて、でもそこで銀座に働きに行くだったんじゃない、そうだよね、やっぱこう全待ってあげようと思ったのかもしれないしね、うん、確かにね、とりあえず自立できるように自分でしつつみたいな、うんうん、それはあると思うよ、うんうん、ちょっとね、なんかそうだよね、自分もちょっと顔を変えてみようと、うん、自分もこれだけ動いてあなたを支えられるようになるよみたいな感じなんじゃない、まあできるだけなんだけど、松はつってな、うん、松はつって一番泣きそうここでけなげじゃねえって、いやそうだね、うん、まあでもそういう心情だったっぽいかなって思ったけどね、そういう女性になれないな、自分すごいわって思う、やっぱすごいただ家におってその金銭的に支えられるだけじゃなくって、自分もあなたに寄り添いたいと思ってるから自分でも自立できるように頑張ろうと思ってるよみたいな、いい女すぎる、すごいわ、感じなんじゃないかな、嫁にしろ早くも、ほんと嫁にいやもう嫁にしそうだったよね、うん、嫁にしそうだ、最後の最後、うん、もういろいろね決着つけたから、ね、乗り越えたしね、決着ついた、戦争終わったから、うん、これでもう自信持ってお父さんと言えるんだね、うんうん、まあでも首にねありましたけど、ね、ゴジラ飼ってるからね、ハムミナミ、南ちゃんにこれから何が起こるんでしょうか、音量注意って出しとかいやすげえな、いやすごい映画でしたわ、ほんまに、こんなことあるんかいっつって、こんなこんな映画があるんかいっていやこれがゴジラかと思った、これがゴジラだって初めて、これがゴジラかって感じかもしれない、これがゴジラかって、いやそれはすごかったけど、まあ、スクリーンで見たの初めてだった気持ちだろうね、こういう気持ちになるのがゴジラか、絶望感を劇場でしか味わえない、いやマジ劇場で見てほしい、見てほしい、いやね、え女子も楽しめると思う、普通に、普通に、てか映画として素晴らしいな、映画として素晴らしい、あ確かに本当にそう、本当に映画として素晴らしいな、完成度が高すぎる、ほんまにちょっと大絶賛だわ、ちょっと個人的に、うんね、勝手に言ってるけど、うん、自分が感じたことをあのままに言うと、うんまあ、これがゴジラなんだなっていう、うんうん、これがゴジラ、これがゴジラ、ゴジラなんやな、確かに、うん、劇場で見たゴジラのね、この感覚がまた今ちょっと違ったけど、よかったよ、これが初めて劇場のゴジラ、いや確かに、ね、思った、これは本当に映画界に確信みたいな、まああとはねみんなのどんな反応なの、まあ確かにどうでもいいんだけど、人のあれはどうでもいいんだけど、へえみたいな、その他のゴジラとスクリーンで見比べてどうかだね、あそれもそれもしたい、 うちらはしてないけんさ、今回のゴジラめっちゃ良かったってなってるけど、もしかしたらこれを上回るゴジラ出てきたらやばいけど、ね、やばいよね、ちょっとぜいぜい言いながら帰ることも過呼吸みたいな軽く確かにね、終わった後も暑かったもんだって。暑かった、暑かった。もう手汗もやばかったし、本当に心臓が持たなかった、ほんと最後らへんは。もうなんかギューってなっとったもん。てか、最後らへんさ、なんかさ、ガシャンガシャンって寝よった時に、でかーみたいな、結構普通にナチュラルに声出てた。その時ちょっと音量が下がってた、いう感じ。うちの声だけ、でかーやばでもうちもさ、なんか、はっみたいな声、なんか、すごい静かなのに言っちゃったよ、みたいな。いや怖い、声出ちゃうよ、それぐらい怖かった、 怖かった、うん、心臓が弱い方は気をつけてくださいみたいな書いといてほしい、こうやってなんかしとかないと落ち着かない展開だからね、ずっとあーみたいな、めっちゃ動いた無言でめっちゃ無言でもう無理もう無理もう無理みたいな、もうあーダメかもみたいな、もうダメかももうダメかもみたいな、何回ももうダメかもみたいな頭抱えてた、そう頭抱えてやめてくれみたいな、もう見えないみたいな、もう見たくない見たくない、もう上がりません、これ以上上がりませんってなった瞬間に、はぁもうまたあいやだってもうだってね、だってこのままスクネごと引きずり込まれる可能性あったけんね、そうよだってグギギギギってなったじゃん、もうそうよ、クレーンベーンってなったじゃん、もうクレーン折れた瞬間みんなの絶望感弱かったね、なんかもう、うん、あまたそこスローモーションみたいになったもん、ね、うわーって無言でね、うん、そこで登場だから、うん、いやそう、ブイーン、ブーンって、でもじゃあの青くなった時が一番やっぱ怖かったよ、青いのね、最後の青かった時がもう、ああ終わった、あと海面、最初の方の海面が青くなった瞬間で、もう一番わかるわかるわかる、もう好きで踊ってたよね、確かにね、無理だー、ね、あの青色の
わかるじゃん。うちら知ってるから余計ね。うん、ね、あれ来たらやばいぞっていうのが。警告色だからね、あれ。そうそうそう。来ちゃった、来ちゃった。あんなに怖い青色あるって。青色って普通さ、そうそうなんかこう落ち着く。確かに。なんか犯罪が多いところに青い電灯とかやるじゃん。そういうのなのにさ、なんかあんなに怖い青色あるんだなっていう。こんなハラハラするって。うん。青色で。こんなに怖い青あるって。映画の。映画のなんかキャッチコピー、宣伝のキャッチコピー、え、これゴジラのキャッチコピーにしてほしいよね。そう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 、こんなに怖い青い、海面の引きの写真でね、あー確かに、怖い青いあるやってほしい、ね、採用してほしい、これうちらのサムネも今回それにしてほしい、確かに、こんなに怖い、サムネどうよ、これね、ちょっとでも写真だけ撮りに行く、撮りに行ってもいいよ、そうだよね、あ、でもそこ三脚ないからな、なんかできるかな、あ、まあ一回閉めますか、まあそうだね、1時間もうちょっと窓も曇り始めたから熱気がすげえ、開けてるのに曇るけんね今日、ね、やばいよ、うん、はい、ということでね、まあ約1時間というかもう1時間過ぎてますね、うん、1時間語り上げておりました、1時間今日はい、ゴジラマイナス 1.0、 ゴジラ、はい、本当にすげえ映画でした、半端ない、うん、皆さんもぜひ劇場に、劇場に見ないと、見に行かないとダメです。劇場で見た方が絶対に、もうサブスクとか待ってる場合じゃない。そう、もう絶対に映画館で見てっていう。飛び出してきそうだった。ODX。ODX。あやみん、ODX。貞子みたいになっちゃう。貞子。画面から飛び出す系。バーンって出てくる。いや、本当に行ってください。絶対後悔しないと。いや、本当に。2000円払う価値ある。あるあるある。そのぐらいすごい映画でした、はい、ということでね、今回の動画が良かったと思う方は高評価ボタンをぜひよろしくお願いします、うん、そして皆さんチャンネル登録を、あの、年内1万人目指して頑張ってますので、 MOM 団、あの、特撮だったりとかアニメの感想、今はねガンダムやってますけど、あとはこういうゴジラの、ゴジラもそうだし、うん、なんかいろいろ名作を見て感想を言うっていう動画を上げてますので、よろしかったらチャンネル登録と、あと周りの皆さんにもぜひぜひいろんな宣伝していただけると嬉しいです、よろしくお願いします、はい、そしていつも皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます、今回の動画もですね、ちょっと、まあ、ネタバレがあるんでなかなか見た後じゃないと書きづらいとは思うんですけど、あの、もしよかったらですね、感想などいろいろ書いていただけると嬉しいです、ぜひよろしくお願いします、はい、そして MOM 団の SNS があります、 X があります、 X の方ではですね、大事なお知らせだったりとか、あとは撮影の裏側なんかも、あの、載せたりしてますので、よかったらチェックしてみてください、そして第2の個人の、アカウントもありますので、こちらもよかったら見てみてください、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、これゴジラの鳴き声とか入れたいな、ギャーで確かにやりたい。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイム。